まあ、多分、切り抜きとかされた時にそれを見るのって、まあ、単純に気になる人もいれば、これから二次三次を受けようと思って見る人もいると思うんですわ。でもね、先に言っとくと私のはね、参考にならないと思うんですよね。まあ、みんななんでかっていうのは薄々わかってると思うんだけど、私は一期生なわけですね。一番最初のまだ二次三次確立してない状態のね、応募生で、候補生で、でまあ応募人数も今とはやっぱ桁違いなわけですよ。だしプラス混入ね、やり方じゃないんですわ。私はまず一次選考は YouTube で限定公開させて、この私のお体はね、ここにあって、この今のプロフェッサーエヴァンスみたいにあって、でこの私のねお体をもう貼り付けて、YouTube で限定公開で何でもいいんで動画上げて、その URL を運営に送ってくださいみたいな。でその URL ペッて貼り付けて、で通話面接で、これがないんだよね。これ都内での面接がなくって、最初これがないからね。そうで、私は初めて会った二次三次の社員さんは岩永さんだったんだけど、それは初案件クリオネを食いに行くっていう初案件があって、その時初めて社員さんに会ったんですよね、っていう感じです。なんでこれがないと、これあったら超緊張してたでしょうね。まああとそのやっぱ楓ちゃんとか関西から活動してたじゃないですか。これがあったら多分楓ちゃん受けてないんじゃないかって思うんだよね。この受かるかどうかもわかんない、しかもうさんくさい、なんか受かったとしてもなんか一銭にもならなさそうなさ、やつのために都内来ないじゃんっていう感じで、まあ、最初からこれがないのはまあ必然的かなっていう感じですよね。で、もう超うさんくさくて、最初の二次祭、これ超クリーンな感じじゃん、このサイト。私が応募した時は死ぬほどうさんくさかったですからね。で、このガイドラインはね、今ちょっとやばいね。週に数日の活動スケジュールを確保できる方って書いてあるんだけど、私の時は、毎日配信できる人って書いてあった。確かに書いてあった。で、私はもう完全に嘘ついた。毎日配信できる保証なんてかけらもないし、そんなことする気もなかったけど、受けた。まあ、だから、多分ね、これもね、ぶっちゃけ守んなくていいんじゃないかというね。毎日配信できる方ってこう書いてあるじゃないですか。で、私そんな保証ないのに応募したんだけど、まあ、全然みんな保証なかったと思う。全然みんなね、毎日配信みたいなのを律儀に守ってる人もそんなにいないと思う。あきくんとか守ってると思うんだけど。で、私なんか、まあ、初回配信したじゃないですか。早速次の日配信しないじゃないですか、私。で、楓ちゃんに、なんか個別に連絡取って、これ毎日配信しなきゃいけないんでしたっけ？まあ、その時敬語じゃないですか。楓ちゃんと全然知り合いじゃないから。で、楓ちゃんに、毎日これ配信しなきゃいけないんでしたっけ？って連絡取ったら、楓ちゃんが、私今日サボります、わら、みたいな感じの返答が返ってきたから、よかったー、みんな嘘ついて応募してきてる、よかったーって思いながら、こうね、っていう感じでしたね。で、私は、もうこの接続、継続的に活動する気すらそんなにないし、毎日配信する気もないし、みたいな感じで、こう一次選考、あれしたわけですね。で、動画がね、私なんか十何分とかのクソ長い動画を送りつけた気がするみたいなことを前に話した気がするんだけど、ごめんなさいね。今応募動画見たら全然そんなことなくて、全然10分以内の動画。だけどまあ、比較的長い動画を送りつけてたっぽくって、で、私を採用にしたのは田住社長なんだけど、今は多分採用担当の方が別にいて、まあ、違う人がね、やるんだけど、私、一期生を採用したのはみんな田住社長なんですよ。で、なんで受からせてくれたんですかみたいなこと聞いたことはあんまないんだけど、なんだっけな。私がね、応募した動画は、とりあえず何話せばいいかわかんないから、話題メーカーみたいな、ツイッターで適当な文字、入力したら、話題が出てくる。例えばその、小さい時の思い出とか、悲しかった時の話とか、そういうなんか話題がボンボンボンって出てくるメーカーがあって、で、それに、の、なんか、キャプチャーをこう、動画の中に載せて、で、3個ぐらいのお題を、とりあえず雑談で喋ったんですよ。
っていう感じで。で、その中の話題の中にね、行ってみたい場所みたいなのがあって、私なんか USJ に行きたいみたいな感じの話をしたんですね、その時に。なんか UFJ だったっけ、まあどっちでもいいんですけどみたいな、 USJ だっけ UFJ だっけわかんないですけどみたいな感じの話したんですよね。それがね、田積社長的に面白かったらしくって、なんか初めて田積社長とお会いした時に、田積社長にあれ面白かったですね、あの UFJ USJ みたいなやつみたいな感じのこと言われたから、多分それが田積社長のなんかの金銭に引っかかったんだろうなって思った、うん、ねえ、みんなが聞かれてるのが、今二次三次に応募してたら自分は受かったと思うかっていうのをね、初期の人たちはやろう聞かれてるわけですよ。そうで、私は思うんだけど、受かってたと思うっていうのも、その時は、まあ、二次三次に対する期待値も低いし、結構ね手抜いた動画を送ってたと思う。うん、ただ今の二次三次の規模でそんなのを送ろうとは思わない。うん、さすがにもうちょっと音質のいいマイクで撮ろうと思うし、もっとちゃんと編集しようって思う、今の二次三次のオーディション受けるんだったらね。そうっていう感じ。まあ異論はあると思いますがいろいろ異論はあると思う、異論はあると思うけどね、まあまあまあ大丈夫っしょって感じ。みんなもね、経験ない人とか別に適当な動画YouTube に1本上げて、いや適当だったら受かんないかもしんないわ、ごめん。そこそこ気合い入れた動画を YouTube に1本上げて、でこれにこれとかこれとかこれにさ、そう応募しようっていうね思う。私は配信経験とかがっつりした経験なくてもいいと思う、私。うん。